YouTube をご覧の皆さん、ポッドキャストをお聞きの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。6月8日土曜日、どうも今年は不作気味の琵琶の実です。今年はどうも外れ年みたいですね。本日はどんよりとした曇り空です。畑のジャガイモの葉っぱが何者かに食べられてますね。君はジビエ肉になりたいのかい。サビコママの子供たち、つまりヨシヒコの兄弟猫たちはすくすくと育ってるみたいですね。お目目が光ってて可愛いですね。本来ならね、ここにヨシヒコもいたはずなんですけどね。何の因果かね、我が家で今は暴君をやってます。でもこうして見るとね、ヨシヒコはやっぱり一回りちっちゃいですね。育児放棄してくれてよかったのかな。こちらは揚げパンの生地となります。米ぬか 20% 入り、加水率 60% の生地です。今回の生地はベーキングパウダーを使って、あと生地の中にね、チーズとマヨネーズも練り込んでます。このチャンネルでは米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖質制限をされている方のご参考になればと日々レシピを考えています。よろしければいいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。先週ね、農家さんの直売コーナーにいつも売ってるズッキーニをね、売り場で見つけたらもう必ず買うってね宣言したばっかりなんですけど、宣言した翌日から売り場から見当たらなくなりました。何ですかね、私が宣言すると売り場から物が消えるんですかね。欲しいものは何一つ手に入らない、そんなババアが今日は揚げパンを作ってまいります。久しぶりにね、ネギの中華切りをして、ネギを麺に見立ててね、コンソメスープを作ります。スープの味付けはもちろん合法パウダー。合法パウダーっていうのはね、以前コンソメと塩コショウと寿司の子を大胆にねブレンドした合法な美味しいお粉でございます。最近ね、この合法パウダーにね、もう味付けを頼りきりみたいな感じになってるんですけど、ベースをこの合法パウダーでねしっかり味付けをしてると、あとはちょっとね味を整えるぐらいの醤油を足したり塩を足したりぐらいでね、味付けが完了してしまうので本当に便利です。いつもね、電子レンジの中で放置気味になって真っ黒に変色してしまうブロッコリーなんですけどね、今日は早めに救出できました。そうしたらアライグマジャガカル、ジャガイモを念入りに洗って皮ごと使います。今回もね、レンチンして合法パウダー&生姜ニンニクオイルでタラッとね、美味しく味付けたものをそのまんま食卓に出そうと思います。ほんとね、これさえ作っておけばね、旦那のつまみもはかどるというものです。そうしましたら揚げパン作りに突入です。今回は発酵生地じゃなくてベーキングパウダーの生地なので、食感もねさっくりとした感じに仕上がるんじゃないかなと思います。
なんかよく中国の方の YouTube でね、こんな感じで真ん中に穴を開けて細長く伸ばすっていう方法をやってみたら全然うまくいきませんでした。とりあえず強制的に3分割にしてこれを伸ばしていきます。一つがピンポン玉サイズぐらいになる感覚で生地を丸めていきます。今回はね、米パン、ベーキングパウダーのパンなどでね、ベージュのパンツじゃないですよ、ベーキングパウダーのパンなので、なんかこう生地に弾力がないというかね、ちょっと物足りない感がありますけど、でもまあまあ扱いやすい生地です。外側がベタベタとね、くっつかないように手粉をたっぷりとつけて丸めていきます。じゃがいものレンチンも完了しました。そしたら160度ぐらいの油で中に火が通るようにじっくりと揚げていきます。最初からあまりね、強火で揚げてしまうと表面だけ焦げて中に火が通ってないというね、ことにもなりかねないので、なんて言いながら目の前でじゃがいもを合法パウダーと生姜ニンニクオイルの味付けで絡めまくってますけどね。こんな感じのね、チョロコさんの腹毛色ぐらいの色になったら油から揚げます。いい色ですね、かぶりつきたくなりますね。ちっちゃいね、まん丸生地なので、いっぺんに揚げられて便利ですね。少しの隙間も許さないババアが、油の中に丸いボールをどんどん投げ込んでいきます。美しい腹毛色。チョロコさんはね、ヨシヒコと家ではものすごく最近遊ぶようになったんですけど、昨日、カーリバに来たらね、また振り出しに戻ったかのように喧嘩を始めましたけど、そうかと思ったらね、しばらくしたらまた一緒に遊び始めたりして、なんかよくチョロコさんの情緒が分かんないんですよね。なんてね、好きあらば猫トーク。この揚げパンボールにも合法パウダーを振りまくってしまいましょう。そして揚げパンが熱いうちに粉チーズ振りまくり。こんなもんね、もう絶対美味しいですよね。カロリーとかね、もう知ったこっちゃないって感じですよね。味見という名のつまみ食い、最高ですやん。なんかね、既視感のある形状ですけど、鶏肉団子も一緒に出してしまいましょう。さっきの油で一緒に揚げればよかったんですけどね、そんなことをしたらカロリーがマシマシになってしまうので、こちらは蒸し焼きぐらいでカロリーを抑えておきましょう。焦げてるな。ケチャップと醤油を鍋の隅っこに置いてちょっとだけ焦がします。このね、焦がしケチャップが美味しいんですよね。ケチャップのね、焦げたいい香りがしてきたら全体的に絡めていきます。いい感じですね。そしてもちろんここにも合法パウダー。もう簡単すぎて全員私がスタンディングオベーションですね。なんとなくひらめいてちょっとチーズを買ってみたんですけど、なんかね、このチーズを三角形にして揚げパンとかね、じゃがいもとか、さっきのミートボールとかね、それらを串に刺して、てっぺんにこの三角のチーズを刺せばおでんっぽくなるんじゃね、みたいなね、もうね、寄せばいいのにそんなノリでつい始めちゃって、失敗した様をご覧ください。このあたりはね、なんかちょっといい感じで快調に刺してたんですけどね、チーズをてっぺんに刺した瞬間ね、あれと、ちょっとやらなきゃよかったなと少々後悔しました。後悔したならね、串から抜いてね、元に戻せばいいことなんでしょうけど、まあせっかく作ったんでね、ちょっとひとっぱじ書いてね、供養ということで、そのまま動画にしてやりました。こちらは本日も米ぬか 100% の蒸しパンです。今回は生地の中にココアを入れました。ということで、まん丸揚げパンと、なんか変なおでん風、やめときゃよかった。
昔の東京オリンピックの幻のロゴを思い出しますね。それではいただきましょう。やめときゃよかったとかね言いながら、めっちゃセンターにおでんが鎮座してますけどね。お昼時になるとね、チョロコさんがお膝に乗せるとニャーニャーと騒ぎ始めます。今回のランチはなんとなく丸いものでね統一されてて、ちょっと見た目も可愛い気がします。でもあれですね、最近の料理は合法パウダーにちょっと頼りすぎな気がしますね。でもね、美味しいし手軽だしでね、どうしてもやめられないんですよね。なんか串刺しのチーズが分解してましたね。早く揚げパンを食べてね、感想を言いたいんですけど、揚げパンを串の一番下に刺してしまったのでね、せっかく刺した串の分解作業から始まるという本末転倒な流れになっておりますけど、揚げパンめっちゃ美味しいです。やっぱりベーキングパウダーを使うとね、ちょっと食感もサクサクとしてお菓子感が出て美味しいですね。これはやばいですね、ビールに最高に合いますね。ちょっとね、食べ始めると箸もビールも止まらないタイプのランチです。そして今日も米ぬか 100% 蒸しパンは美味しいです。ということで、美味しかったです。さようなら。YouTube をご覧の皆さん、ポッドキャストをお聞きの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。6月9日日曜日、本日の天気はずっとこんな感じです。カーリバー子猫情報なんですけど、どうやらサビコママ一家がお引っ越しをしたみたいで、急に静かになったんですが、一匹だけね、子猫が取り残されてたんですよね。なんかね、嫌な予感がしてドキドキしてたんですが、昨日の夜、サビコママが残りの子猫を連れて行きました。いやー、ほっとしましたね。また一匹増えるのかと思って、ちょっとドキドキしてたんですけどね。もうね、我が家はラッキーボーイのヨシヒコで手一杯です。体が小さくて育児放棄にあったけど、暴君度はマシマシです。しばらく雨が続きそうなのでね、もうすぐ梅雨入りの予感がしますけれども、この梅雨の間にね、ドーフィン、イチジクのドーフィンちゃん、たくさん実をつけてくださいね。
チョロコさんはね、どうも場所が変わると感情がリセットされるみたいで、家ではね、あんなに仲良く遊んでたのに、帰り場に来てすぐはね、シャーシャー言ってました。ちょっと一眠りするとね、忘れてまた遊び出したりするんですけど、いまいちね、情緒がわからないですね。ということで、本日のランチはシワシワのね、ピザパイ風のパンを作ろうと思います。シワシワという言葉にね、敏感なお年頃なんですけど、このシワシワはね、お肌の話じゃなくて、生地をあえてシワシワの状態にして焼き上げるというね、またいつものように海外の YouTuber さんの成形の真似をして作ろうと思います。オーバーナイト発酵生地のね、パンチングをした後は買い物に行ってる間に、こんな感じでほぼ湯煎状態でね、発酵してみました。今回の生地は米ぬか 20%、加水率 70% の生地です。このチャンネルでは米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖質制限をされている方のご参考になればと日々レシピを考えています。よろしければいいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。今回の生地は4等分にして、できるだけ薄くね、生地を伸ばすという作業から入ります。今回もね、前からチャレンジはしているんですけれども、米ぬか入りの生地でね、どれぐらいサクサクに仕上げることができるかという、この私の中のね、永遠のテーマでもあるね、サクサクチャレンジを今回もやってみようと思います。毎回ね、失敗してるんですけど、今回はまたちょっといつもと違ったやり方でね、念願のサクサクを夢見て取り掛かります。生地を層のように重ねて、その間にね、油を塗って、油と生地の層を作るっていうのは大体把握しました。ただね、米ぬか効果が思いのほかね、融通が効かないというかね、ふわふわのパンを作るにはね、こんなに力強い味方はないと思うんですけど、サックサクの軽い生地を作るとなるとね、これが厄介なんですよね。今まではね、生地と油の層だけでサクサクを再現しようとしてたんですけど、そんなもんじゃね、米ぬかさんはびくともしないので、強制的に空気の層のようなものを作ってやろうかなと思います。まずは4つに分割したこのパン生地を、ちょっとね、グルテンの力で伸ばしても伸ばしても戻ってくるので、ある程度の大きさまで伸ばして、油を塗って4つ重ねていきます。あとでね、パン生地同士をまた剥がさないといけないので、結構念入りに油を塗って、あと小麦粉もね、ちょっと振っておこうかな。とにかくね、生地同士がくっつかないように意識して、この段階ではそこまで念入りに薄く伸ばすということはありません。今回の生地はね、 70% の加水率なんですけど、手粉をしっかりとつけてね、生地を伸ばしたりしてるので、そんなに手にベタベタとひっつくことはありません。そうしたら、重ねた4つをまとめて伸ばしていきます。こうやって生地を重ねて伸ばすことで、少ない力で薄く伸ばせるというね、筋肉弱々ババアの苦肉の策です。先ほど塗った油と粉のおかげで、重ねた生地をきれいに剥がすことができます。まあね、ちょっと穴が開いちゃいましたけどね。ある程度生地を薄く伸ばしたら、表面にまた油を塗ります。このね、サクサク生地を作るセオリー、第1弾の油ですね。米ぬかが入ってない生地なら、これだけでサクサクになるとは思います。その上に合法パウダーと生姜ニンニクオイルを塗ります。そうしたら生地を3つに切り分けます。そしてここからが本日の要チェックポイント。生地を手前からシワシワに巻き取りながら、ここでね、強制的に空気の層を作っていきます。シワシワってね、嫌な言葉ですけどね、サクサク生地を作りたいババアにとってはとっても重要なワードです。チーズとケチャップを乗せたら、余ってる生地を重ねて折り込んでいきます。手元のアップはね、ヨシヒコにやられた傷が少々痛々しいと思いますけど、ご了承くださいませ。海外の YouTuber さんのやつはね、もうちょっとシワシワの模様が綺麗に出てたんですけど、
水分量が多かったせいかね、少々ぼやけてますけどね。まあこの際見た目は目をつぶるとしましょう。そこそこめんどくさい工程なんですけど、この工程でね、サクサク生地が再現できると思うと、こんな作業はね、何の苦でもありませんね。合計16個のパンが成形し終わりました。30分ほど二次発酵。そして発酵している間にジャガイモをザブザブ。最近これ毎回作ってる気がしますけどね。皮ごとのジャガイモをレンチンして、生姜ニンニクオイルと合法パウダーで味付けるヤーツを作ります。これはね、楽ちんすぎてやめられないですね。で、昨日ね、店頭から消えたと言っていたズッキーニが復活していました。私がズッキーニを見つければ毎回買うと宣言したら、ズッキーニが店頭から消え、店頭からズッキーニが消えたと報告したら、ズッキーニが復活するというね。私が発した言葉とは反対のことがね、現実でどうやら起きるようですね。宝くじが当たりませんように。これで億万長者間違いなしですね。朝作り置きしておいたキャベツの千切りとかね、人参とかきゅうりと、今スライスしたズッキーニを耐熱皿に並べて、あと豚バラスライスをね、並べてレンチンしようと思います。味付けはもちろん合法パウダーと生姜ニンニクオイル。今日はね、ズッキーニが手に入ると思ってなかったので、急遽この一品を付け足しました。なんてことないね、オンサラダに豚肉を乗せたぐらいの一品なんですけど、そこそこ映えますよね。風味付けにごま油も垂らします。今考えるとね、ピザパイ風パンなのになぜごま油の味付けにしてしまったんでしょうか。食べる時もね、何の疑いもなく食べてましたけど。二次発酵が完了したので、パンの上をテッカテカにしてやります。今日の卵はやけに黄身の色が黄色いですね。それでは本日も時間がないので、上下2段で焼いていきましょう。180度で25分、途中で上下段を入れ替えて均等に焼き目がつくように調整します。最後の5分は250度で焼き上げました。いつもの光景なんですけどね、レンチンじゃがいもにも生姜ニンニクオイルと合法パウダー。これはね、我が家の鉄板メニューですね。主食のようなものですね。朝の作り置きサラダの残りをこのマヨケチャーベースのね、ドレッシングで全てあえてしまいましょう。もちろんここにも合法パウダー。オーブンでパンを焼いている時間はね、食器を洗ったりサラダを作ったりと、いろんな仕事を片付けられます。これがオーブン料理のメリットですよね。和え終わったサラダはね、とっとと盛り付けてしまいましょう。最近ね、トマトがお安くて助かりますね。キャベツの値段もね、だいぶ戻ってきた気がします。ズッキーニレンチンできましたね。一旦上下の段を入れ替えます。ただ思ったほど焼き目がついてないのでね、この後もう一回入れ替えようかな。このレンチンズッキーニも仕上げてまいりましょう。メインがね、ピザパイ風パンだと言ってるのに、なんで私はポン酢をかけてるんでしょうね。しかもネギパラまで。まあ美味しければ何でもええんやで。結局もう一回上下を入れ替えて250度で焼き上げました。美しい焼き目がついてますね。パンの移動が熱いので旦那氏を召喚しました。こんなもんね、よく素手で持てるなと思いますけどね。ギターを弾く人の指先の皮は分厚いみたいで、結構旦那は熱に強いです。見た感じは最高の仕上がりですね。
完成しました。ピザパイ風パンとなんかズッキーニの美味しいやつ。それではいただきましょう。今日もチョロコさんはお膝に乗せろと泣いています。たっぷりとねマヨネーズとケチャップが絡んだサラダはちょっと濃いめですけどめっちゃ美味しいです。そして今日のレンチンジャガイモも安定の美味しさ。このズッキーニの美味しいやつはねレンチンすると豚肉が固まってなかなか取りにくいですけどね、今回のメインのピザ味のパンとは全く合わない気はしますけれども、これ単体で食べるとめっちゃ美味しかったです。多分これはねメインを張れますね。ただ豚肉が固まって取りにくいです。そしてね今回 YouTube の海外の、ね、方の真似をして作った作り方のパンなんですけど、このシワシワっとね生地を寄せて空気の層を作って強制的にふわふわにしてやろうというこのパン、これがね大成功でした。これまでのね米ぬか入りパンサクサクチャレンジをねことごとく失敗してきた私にとってこれはもうね本当に大成功と言って間違いないんじゃないかと思います。ちゃんと層も分かれてて表面の方はね噛んだ食感もサクッとしててとにかく軽い仕上がりです。今度からねサックサクパンをね作りたいと思ったらもうこの方式ですね。米ぬか入りのパンでこんなにサクサクに仕上がったので米ぬかが入ってないパンはねどれだけサックサクになるだろうと思うとちょっとワクテカが止まりませんね。と言っても私は米ぬか入りではないパンは食べられないのでね検証のしようはないんですけど美味しかったです。さよなら。